おはようございます。今日も一風堂でございます。なんかね、これがないと夜が明けなくなってきましたつっても、今はまだ2時半ですねはい、速稼塾の久保でございます。今日は3月18日の夜が明けて2時30分でございます。まだ寝てる方多いんじゃないですかね。何点か返信をさせていただいてね、動画も撮ってこの時間一息つくために一風堂のまたカップラーメンをね、いただこうかと思います。もうこのね、ラーメンが答えられないですね。あのラーメン屋でね、一風堂で食べるラーメンも美味しいんですけども、私の町にはないんで、まあ、こうやってカップ麺でいただきます。ありがたい世界でございます。うん、実は今未来少年コナンを見てるんですけど、 YouTube でね、未来少年コナンを見ると岡田総省さんのコナンの徹底解説ってあるんですよ。やっぱアニメはね、いろんなことに気づきながら制作者側の苦悩とか希望とか七転八倒を岡田総省さんから聞きながら見ると、アニメのね、捉え方また変わりますね。当たり前なんですけど、私が気づいたのは、アニメのイラストって必ず誰かが描いてるんですよね。なんかの意思を込めて、これ伝わってくれっていう表情とか仕草とか背景とかを入れてるんですよね。それを気づきながら見ると、本当に細かいところまで10倍楽しめるっていうかね。当たり前なんですけども、誰かが描いてるんですよ。でもそのドラマとか俳優さん女優さんが出てくるようなものだと、その人それぞれのね、こう癖とかが出たり出なかったりするんですよね。アニメっていうのは必ずどっかに線一本入れるっていうのもアニメーターさんの意思なんですよね。監督の意思であり脚本家の意思であるんですよね。だからそういうところがなんか深く感じれるかなと思います。それこそね、瞳の中にどれだけ白い点を描くかによって感情を表したりとかね。あと上手側下手側っていう扱い方もあるんですね。音楽とかね、すごい計算されてるなと思いました。うん、おいしい、むちゃくちゃおいしいでしょこれ。まあ体に悪いでしょっていうふうにね、コメントつきそうですけども、これ以外の食事はね、かなりヘルシーですからね、ご心配なく。ありがとうございます。